大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。やばい、座れる座れる座れる、カービィに座れる。やばいやばいやばい、座れる。死ぬ死ぬ、あー、やられた、食べられちゃった。いろんなもの食べてる。すごい、いろんなもの食べてるよ。パンでしょ、トマトかな、あ、じゃあリンゴか。あ、やべえ、やべえ、持ってかれる持ってかれる持ってかれる。いや、これ生きてられないんだけど。吸引力やばすぎる。さすがカービィ。あー、今度はドット A だね。これビームのコピー能力取った時のカービィだ。ちょっと待って、急に動き出した。おい、しかもこれカービィ、ちょっと待って、カービィもなんか眉毛太いし、太いし回る。びっくりしたー。急に回るもんだもん、びっくりしたし。しかもここマグマブロックあるから。やばい、しる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 。おい、こんな眉毛太いカービィやられたくないんだけど。またビームのコピー能力を持ったカービィだ。これ人気なのかな？ビームのカービィって人気なんですかね？いろんなコピー能力あるけど。みんなは何のコピー能力を持ったカービィが好きですか？俺はね、アイスかな。相手凍らせて、昔すごい好きだった。あとあれ、タイヤ。うん、カービィがグリル焼いてる。あ、あっち。ハンバーグかな、ハンバーグ焼いてる。マリオ、お前も料理されるんだ。これはカービィのストーンだね。下火だ、下火。ええなんでうんこ？カービィうんこ食べないよ。カービィとうんこって何、このマッチング。なんかすごい。なんだろうこれ。なんかすごい。でもカービィだよね。なんだこれ。あー、でも戦いやすくステージにしてくれたのか。カービィも、カービィも後ろで見守ってますよ。ここで戦ってくださいっていうステージか。カービィ人間。将来的にカービィは成長してこうなります。カービィとコラボしたカフェが東京スカイツリーの下にあるんですけど、すごいね、混んでて。ようやく予約が取れたので、今度行ってきます。